はい、比江島選手です。じゃあ今日のゲームを振り返ってください。まあオフェンスに関してはもう昨日のもう反省も踏まえて、すごく流れのいいオフェンスっていうのはできていたとは思うんですけど、まあまあディフェンスといいますか、ちょっとそうですね、3クォーターとか、まあ、3オーバーからですけど、まあ相手に流れ作られて、まあ、そのなかなか流れをね、食い止められなかったので、まあ、こういったことはまあチャンピオンシップでやってはいけないと思うし、そこでやらないためにもまあこういった時にまあしっかり対応できたらよかったんですけど、でもまあしっかりその4クォーターは僕らの流れに持ってこられたし、そのディフェンスからしっかり流れ作ってやれたので、まあしっかり成長を感じられた試合になったんじゃないかなと思います。まず第4クォーター、比江島選手がコートに立ったタイミングから失点せずにゲーム終わりましたけど、そこまでの前のクォーターの流れも踏まえて、こう第4クォーターどういうふうに守れたっていうふうに比江島選手は見てますか？そのプレッシャーもすごく良かったし、そのしっかりスイッチするとかスイッチして、まあ、早めの対応というか、その後手に回らずしっかりそのコミュニケーションを取って、はい、ズレもできずローテーションもしっかりできていたし、まあ、そこはの集中力っていうのが本当に、はい、4クォーター高かったかなと思います。第4クォーターに入るにあたって、首脳陣とかあるいはベンチの中で、何かこうしていこうとかっていう再確認があったんでしょうか？いや特にそういったものはなかったんですけど、まあ、その全員がもう一回そのギアを上げるじゃないですけど、ターンオーバーも、ね、少なかったと思うし、4クォーターに関してはそこのしっかり修正できたところも良、はい、かったと思います。比江島選手、今日スリーも決めてるシーンもありましたけど、結構相手にダブルチームで食いつかせて、その裏をこうつくようなシーンっていうところで比江島選手がスコアしてた印象があったんですけど、そのあたりのボールの動かし方っていうのはどういうふうにできたなって、まあ、チームとしての攻撃って振り返りますか？そうですね、その一個一個 そのプレッシャーとかボールマンのプレッシャーだったり、ディナイというのは本当に激しいチームなので、まあ、そういったところはそのなんていうんですかね、そのボールを動かしてというか、人も動かして相手のズレが起きやすいフォーメーションとかっていうのをしっかりそのみんなで意識しながらやれたので、全員動いてボールも動いて、まあ、いいオフェンスできたんじゃないかなと思います。今日の試合振り返ってキープレー、キーポイントを挙げるとしたらどこですか？相手本当に素晴らしいディフェンダーたちが揃っているので、なんていうんですかね、フェイクとかっていうのはしっかり昨日より対応したといいますか、まあ、そのヘルプディフェンスだったり予測力っていうのは相手は本当に素晴らしいので、まあ、それを逆に利用して、まあ、フェイクでいいドライブもできたし、まあ、そのドライブを警戒してきたところで、まあ、そのスリーポイントとか、まあ、効果的に打てたので、まあはい、そういったところは良かったんじゃないかなと思います。先ほど安西ヘッドコーチが比江島選手が自らボールも取りに行って何も躊躇しないでプレーしてくれるようになったとおっしゃってましたけど、その点いかがですか？今更って感じですけど、そうかな。いや、まあまあまあ、苦しい時間帯とか、はい、1本欲しい時っていうのはそのより自分の仕事というか自分の時間帯っていうのはあると思うんで、まあそういったところは、はい、ボール持つようには意識はしてますけども。これで5連勝、チャンピオンシップ進出も決まって上位争いも今激しくなってきてますが、残りのシーズンどう過ごしていきたいですか？もうチャンピオンシップが本当近いので、まあ、そこを、はい、意識しながらやらなきゃいけないし、そういったその一つ一つのミスとかワンプレーワンプレー本当に大事にしながらやっていくっていうのもそうだし、まあ、もちろんそのまだまだ上位に行ってこのブレックスアリーナで、はい、試合ができるっていうところも狙える位置だと思うんで、まあ、そういったところを意識しながらやっていきたいなと思います。バスケットライブの応援機能のファイアー数が累計2位なんですよ、知ってますか？いや2位、はい、2位、ありがとうございます。毎月2位なんで1位になったらリモートで呼べるので頑張ってください。頑張ってから俺が俺がいやいや、はい、そうです、もっとそのお客さんを引きつけられるようなしたいです。頑張ります。チャンピオンシップ出場がこう確定した上での、まあ、
今日の一戦になるんですけれども、うん、そういう意味で今日ちょっと気持ちが意識が変わったところというのは何かありましたか？チャンピオンシップに向けて本当に一試合一試合成長していかなければいけないし、まだまだその課題っていうのは本当に多くあるので、そういったところを意識しながら、もうもちろんその順位も上げるところまで上げたいっていうのもあるし、はい、集中力というのは昨日以上に高かったと思います皆さん、うん、はい、ね、このディフェンスの激しいチームでオフェンス力でも発揮できたと思うんですけれども、次の新潟戦ではどういう収穫を得られるように頑張りたいですか？今年に関してはどこのチームに対しても、まあね、チャレンジャーの気持ちでいかないといけないし、まあ、どこに対してもまあもちろん勝てる自信はありますけど、その勝てる保証はないと思うし、うん、向こうはチャンピオンシップには関係ないかもしれないですけど、まあ、自分たちからそのやっぱり仕掛けて、うん、なんか質のいい、はい、プレーをしたいですね。その次とかにも、まあ、つながる試合とかっていうか、はい、そういったことをやっていきたいなと思います。自分のプレーではこうワンランクどこを上げていきたいなと思いますか？オフェンス、ディフェンス、ドライブ、いろいろあると思うんですけれど、やっぱりもちろんドライブはもう、はい、すごくコンディションも上がってきてるし、すごくいいんですけど、まあ、やっぱりちょっとスリーの確率とか、もうちょっとなんかその外のシュートを意識させながらのドライブとか、まあ、そういったところじゃないですかね、はい、意識したいです。では比江島選手は以上とさせていただきます。ありがとうございました。